行われました第12面接栃木 SC 戦で石川祐介選手が J1J2 通算200試合出場を達成いたしました。これを記念して高松市在住の安西美奈君、同じく高松市在住の三好健太郎君、琴平町在住の高川美奈さん、よい花束が贈られます。そしてたまたまで3期代表取締役社長今の日より記念品の贈呈が行われます。なお花束の贈呈は大きな卓球のため石川選手の要望により3名の方からの贈呈となります。